久武。いや久武いいポジショニングです。そしてハリス3、今日はどうか、今日も来たぞイリアス・ハリス。ハリスの前にハーパー押し込んで、ここはサイモンもヘルプに行くが、久武のショット、あ柔らかいタッチで沈めてきました。マックス久武、久武はどうする、津山、津山と久武で2ポイントのジャンパー、あーここも来ました。増やすべきですね、ここはね、どの位置でですからハーパーサイモンに持たせるのかですが、ここは鈴木が自分で行った、レイバーバズレイアップ、細かくハンドリングしますが、あとここは強くいく、ターンオーバーになりました。強度を守りきってジャスティン・ハーパー、ここはどうする、前にハリス、あここ沈めてきました、開いた鈴木、あとここを守りました山内、そして走る松葉、ドライブインさらに出す、ここどうする、最後どうする、ハリス、ハリス、いやー素晴らしいオフェンスでしたね。ここどうする、さあ田渡り外出して、津屋だ、津屋だ、津屋が来た、昨日に続き今日も津屋、ハリスが入ってくる、下がってショットが、このフェイダーウェイも沈めてきました、エリアサーリス。それからここに空いたです、ティルマンも入ってます、第4クォーター、そして鈴木、そしてティルマン、ティルマンのペリメーター2ポイントのジャンパー沈めてきました、これで同点、京都ハンナリーズ。鈴木ドライブスルー、あ自分で打ってきた、これ落ちて拾ったティルマン、オフェンスリバウンドものにしました。ここ通した、さあ中入ってきたぞ、押し込んでくるハーパー、ハーパー、強いですね、これで同点、京都ハンナリー、拾ったディフェンスリバウンド京都、ここも走っているぞハーパーだ、ハーパー連続得点、ノックスから入れてきたハリスだ、ハリスが、ここも強いですね、バスケットカウントですか、バスケットカウント、ハーパーの良さが見えた後に、今日はやはりこのノックスから沢渡が安定して外、ノックス、ノックスどうする、前にハーパー外出して沢渡の2ポイントのジャンパー、いやー松脇から、さあハリス、ハリスが逃げる、ハリスが逃げてバスケット、いけなかったですかね、さらに決め切って、残り時間はないが、久保田の3が落ちて第4クォーターブザー、5点リードとしました3エンドフェニックス。